っぱりジェットコースターって最高。ジェットコースターに乗ってノリノリの有川がお送りするイミネ CD 大作戦前半戦。ジェットコースター楽しいな。1年の半分は仕事して半分はジェットコースターに乗って暮らしたい。うわー、ジェットコースター楽しいな。カスカベのペンネームネオダン吉くん。ネオダン。ストーカーのテーマ曲ベスト3、第3位。ストーカーのテーマ曲に。好きだ。ストーカーのテーマ曲1位。ついにならずにはいられやしないもんだよ。これ開けましょうね。イノシの奥田義くん。奥よし。有名人につけたいニックネームベスト3第3位、靴野一郎さんの場合。ひどすぎる。ちょっと。そう。ちょっとひどい。有名人につけたいニックネーム2位、岡本夏樹さんの場合。嘘つき。これちょっと非常に奥様すぎるよ。ちょっと鋭すぎるぞ。有名人につけたいニックネーム1位、新沼謙治さんの場合。ボッパパパボーッカと勝ってるから、あげましょうね。ボッピカチュウはすごかった。久留米市のラジオネームミスター佐藤君。ミサト。ミサト、ね、よく行くんだ、ステーキ屋さん、うまいんだ。最近イミネ CD 大作戦でラビーの青春時代のモノマネテープがずっとネタにされていることについてラビーが思っていることベスト3第3位。ああいう方は第2位。もう分かったから言えしてよ。最近イミネ CD 大作戦でラビーの青春時代のモノマネテープがずっとネタにされていることについてラビーが思っていること1位。食べてくる食べてくるけばめば。すごい、やっぱり最後結局使ってやんの。やめてよ、あげよう。秋田県の池田正則くん。池田さん。あの人を遊びに誘うときに使う言葉ベスト3。いいね、うん、あの人を遊びに誘うときに言う言葉ベスト3。第3位、ムックくんがヤーブーを誘うとき。温泉でも行こう。第2位、いぶきが葵を誘うとき。もしも寂しいなら僕のそばに置いて。第1位、鈴木志郎アナが長峰由紀さんを誘うとき。おい、ママもおいでよ。あげよう。いいですね。